はい、新人漫画家の庄司です。今回は新人賞と月例賞の違いについて解説したいと思います。内容はこの3つです。 1. 漫画賞の種類、 2. 各賞の受賞するためのポイント、 3. 大きな賞を狙わなくてもいい。この3つで話していきます。漫画家志望の人が最初に目指すのが漫画賞の受賞だとは思いますが、そもそも月例賞とか新人賞があってよくわからない、何作か投稿したけど賞に引っかからないっていう人も多いと思います。しかしよく漫画賞受賞はスタートラインというように、ポイントを抑えれば月例賞や小さい賞を取るのは難しくありません。この動画を見ると各漫画賞の違いと賞ごとの取り方についてわかりますので、ぜひ最後まで見ていってください。ちなみに自分は漫画賞を5つ受賞、商業で読み切り2作掲載、今は連載を目指している新人漫画家です。それでは本編どうぞ。はい、まず1、賞の種類ですね。今はウェブ漫画サイトが増えてきて賞もいろんなものがあるんですけども、今回話すのは商業漫画雑誌で行われる月例賞と新人賞についてですね。この2つの特徴なんですけども、3つの特徴で話していきますね。月例賞が週刊誌や月刊誌で毎月開催されてます。それと比較的受賞しやすいです。そしてまず担当をつけたい人におすすめですね。はい、次新人賞の3つの特徴なんですけども、週刊誌や月刊誌で年2回開催されてます。例えば3月と9月とかが多いですかね。春と秋。それと絵と内容がレベルが高いです、みんな。そして雑誌やサイトに掲載かっこデビューしたい人におすすめですね。この2つを簡単に違いを言うと、月例賞は受賞する難易度が低くて、新人賞は受賞する難易度が高いです。月例賞は新人賞に比べると比較的ライバルのレベルが下がりますので受賞しやすいです。それでも期待賞とか一番下の賞にでも引っかかれば、そこの雑誌の編集さんが自分の担当になってくれる担当編集さんっていう強い味方ができますので、この人にアドバイスを受けながら次は新人賞を目指してデビューを目指しましょうっていう形になると思います。なので基本はまず、初心者であればあるほどとりあえず月例賞に出すのが比較的いいかなっていうふうに思います。はい、次2番ですね。各賞の受賞するためのポイントですね。これもまた3つに分けて話します。まず月例賞の3つのポイントですね。 1. 漫画として成り立っている。 2. 最低限の画力がある。 3. 何を伝えたいのかが分かる。次新人賞の3つのポイントですね。月例賞で必要な3つのことができている。 2. びっくりポイントがある。 3. 読んでて心が動く。簡単に一つずつ説明していくと、まず月例賞のポイント3つですね。1. 漫画として成り立っている。一応こう読んだ時に支離滅裂だったり、何これってならない、漫画としてこう読み物として成り立っているかどうか、面白い面白くない関係なく漫画という形にまずなってるか。2番が最低限の画力ですね。これはもう全部に言えるんですけど、何が書いてあるかよくわかんない、自分は走ってるつもりで書いてるのに読んでる人が寝てるんだなと思っちゃったら意味がないので、最低限読んでる人に伝わる画力が必ず必要ですね。もしそこでプロレベルの画力がないってなっても、その後原作の仕事が来たりしますので、まずは最低限伝わる、人に伝わる努力は必ず頑張って練習にしないとダメですね。はい、3番何を伝えたいのかがわかる、これなんですけども、1番で漫画として成り立ってるなーっていう風に1ページ目からバーっと読んで、結局この漫画で何が言いたかったのかなっていうのが伝われば OK です。悪い敵が出てきてそいつをぶっ飛ばしたかったのか、女の子が恋愛をして男の子に振り向いてほしかったのか、それとも変なことがたくさん起きてギャグで読んでる人を笑わせたかったのか。よく何を伝えたいかテーマって言うんですけど、テーマって言葉として曖昧すぎてよくわからないので、とりあえずテーマどうこうっていうのは置いておいて、何を伝えたいかがわかるっていうふうに意識してください。この3つが揃ってれば、まあ期待賞に届かないっていうことはまずないんじゃないかなとは思うので、
まあ、あと最低限その賞のページ数とか原稿サイズとか、このちゃんと漫画賞の設定されてるページとかにちゃんと満たしてれば、まあ、1回では無理だったとしても、まあ、何回か投稿してればちゃんとやれば取れるはずなので、そんなに難しくはないと思います。次は新人賞ですね。3つのポイント。1、月例賞で必要なことができている。まあ、今言った3つのことが最低限できてる。漫画として成り立ってて、最低限わかる画力があって、この内容で何がしたいのかがわかるっていう内容になってる。2番がびっくりポイントがある。これもちょっとよくわからないかなっては思うんですけども、よくできた漫画だな、絵も上手だしクオリティが高いなって言っても何も引っかかりがないというか、ちょっとしたびっくりポイント、こうだと思ったらこうだった、え、この人めっちゃ絵うまいじゃんとか、この人めっちゃストーリー感動するじゃんとか。びっくりポイント、まあ驚かせるのもありだし、その人自分の尖った部分を見せるのもありだし、俺は絵がうまいんだぜっていうのを見せてもいいし、俺はすごいストーリーを考えるのが得意なんだぜ、こんなの描けるんだぜっていうのを見せてもいいし、まんべんなく、まあ、月例賞の漫画として成り立ってるですよね。漫画として成り立ってますねだけだと受賞はちょっと難しいかなっていうふうに思いますね。なので自分の得意なところ、自分が絵が上手いんだったら絵を頑張って描くし、ストーリー描くんだったらページ少し多めにして、このストーリーでおおびっくりさせるストーリーを描かないといけないですね。3番が読んでて心が動く。これもちょっと抽象的というかふわっとしたポイントなんですけど、読んで読み終わった後に面白かったじゃなくて、読み終わってあ、よかったな、この主人公がこうなってよかったな、結局うまくいかなかったけど面白かったな、このギャグ超笑えたなとか、すごい感動してちょっとうるっときちゃったみたいな、まあ、声に出してギャハハハって笑わなくてもいいし、涙を流して泣かなくても、泣かせようとしなくてもいいんですけど、その人が読んでてちょっとでも心がグラッと動かせる、ちょっと難しいんですけどね、口で言うのは簡単ですけど、ちょっと意味わかんないかもしれないですけど、これを読んだことによって可愛いと思わせるのか、かっこいいと思わせるのか、いい漫画だったなーでもいいんですけど、面白かったなーっていう感想よりも、このキャラクターがこうでよかったな、すごい作り込まれたストーリーだったなーみたいに、ちょっと具体的な感想が読んだ後に出るっていうものにした方がいいってことですね。読んだ後にその人がこうだったって言える感想がちゃんと出る漫画にした方がいいと思います。なかなか難しいですが、なのでこの3つが高水準でできてないとちょっと取れないっていうのもちょっと難しいとこなんですけども、ここはまずそれが難しいっていう人はまず月例賞を取って担当さんをつけて、担当さんにアドバイスをもらいながら書いた方が受賞する確率はぐんと上がるので、新人賞が難しい人はまず月例賞を目指して頑張ってください。はい、この各賞の取り方なんですけども、月例賞と新人賞それぞれ分けて動画にして詳しく話そうかなって思ってますので、その時はまたよろしくお願いします。はい、次は3番、大きな賞を狙わなくてもいい。はい、つまりこれは大賞などの大きな賞を取ってもデビューの後に大きな影響がないっていうことですね。基本新人賞で佳作以上を取れば雑誌とかサイトに掲載デビューっていう風になるんですけども、大賞を取ったらもちろん掲載ももちろん、なんと今回の大賞作っていう風にバーンとは乗るんですけども、だからといってその後のその次書く漫画が必ずうまくいくとか優遇されるっていうことではないので、どれだけ大きい賞を取ってもうまくいかないっていう人はうまくいかないし、すごく小さい賞しか取ったことないんだけどっていう人でもプロになって今漫画を描いてる人っていうのはたくさんいるので、必ずうまくいくっていう保証がつくわけでも何でもないので、最悪たまたま大賞が取れちゃってっていうパターンだともうその後大変ですし、小さい賞を取ってもよしじゃあ頑張ろうって言って頑張れば漫画家としてやっていけるっていう人もたくさんいますので、必ず新人賞で大賞を取って華々しくデビュー、まあ華々しくはあるんですけど、必ず狙って取らなくてもいいかなっていうふうには思いますね。
なのでもちろん大賞とか特賞とか数年に一度みたいな賞を取れたらもうすごい最高なんですけど、まずは新人賞で佳作以上を取ってデビューするを目標でいいと思います。これで自分も動画冒頭で毎回しつこくね、漫画賞を5つ受賞っていう風に言ってるんですけども、なんかすごい賞をたくさん取ってるわけではなくて、自分はかなりコツコツと1段ずつやってるんですけども、まず週刊誌で月例賞、週刊誌の月例賞で期待賞を取りました。その次月刊誌の月例賞で期待賞を取りました。その次月刊誌の月例賞で編集長賞、期待賞よりは上の賞を取りました。次は新人賞に挑戦しようっていう話になって、週刊誌月刊誌合同の新人賞で期待賞を取りました。期待賞なので名前とタイトルがチロッと載っただけでデビューもしませんでしたし、漫画のカットも載らなかったんですけども、とりあえず引っかかったと。で次はきちんと撮れるようにしようっていうので、同じ新人賞に投稿して佳作を取りましてデビュー、それが初掲載っていう風になりましたね。まあ、その後1回載せてもらって、それ含めて2作商業で掲載っていう風に喋ってるんですけども、まあ、こういう形でも一応佳作を取ったっていうことで作家扱いにしていただいて、まあ、連載に向けて頑張りましょうっていう話にはなりましたので、なので自分は本当に一段ずつちょっとスローペースで何年もかけてデビューっていう形になっちゃったんですけども、俺は自信があるっていうんであれば新人賞に最初から行ってもいいと思いますし、まず担当をつけたいっていうので、まずつけてから担当さんに新人賞に挑戦したいですっていうのもありですし、まあ、担当さんがつくとその人がじゃあ次はこのここのこの賞を狙って書きましょうっていうふうに、こうそこに向けてのアドバイスをしてくれるので、新人賞にドンと載せてドカーンといける、まあ、もしくは月例賞に載せ投稿したらめちゃくちゃ評価が良くて新人賞レベルだった、これ新人賞に回さないって言われるパターンも稀にありますけど、まあ、よっぽどの大天才みたいなじゃない限り、まずは月例賞を新人賞っていう風に段階を踏んでやるのがまあ確実かなとは思います。なのでまずは自分の目指す賞を受賞できるように頑張りましょう。はい、今回の動画は以上ですね。まとめを言います。今回はこの3つで喋りました。1、漫画賞の種類。2、各賞の受賞するためのポイント。3、大きな賞は狙わなくてもいい。この3つで話していきました。はい、ですね、ちょっと自分のことにはなるんですけども、散々受賞しました、商業掲載っていう風に連呼してるんですけど、まあ、ちょっと今現段階としてはちょっとまた新人賞というか漫画賞、新人賞を目指して一から出直そうっていう風な話になってしまいまして、連載の前にまず賞を取るっていう風になってしまいましたので、今そこに向けて自分も頑張ってる状態になります。もし受賞などできましたら動画で言いたいんですけども、受賞できました、どんな風にやったらこう取れましたっていうのも教えるというか伝えられたらなっては思うんですけども、自分も一から出直すみたいな形になってしまっておりますので、今から漫画賞を目指すよっていう方は少しでも参考にしてもらえたら嬉しいので、一緒に頑張っていきましょう。はい、この動画は漫画を描く人を応援して一緒に成長していくチャンネルです。質問などありましたらコメントで言っていただけますと返せるかなと思いますので、ぜひコメントしてみてください。動画の中でも言ったんですけども、各賞の取り方も後々動画にする予定ですので、それが出た際はまたお願いします。それでは今回の動画は以上になります。自分も頑張りますので、お互いに頑張りましょう。それではまた次回、またねー。